分間オペレーターを増やして富山でお電話お待ちしております。お腹の脂肪が気になるね。お腹の脂肪が気になるね。気になるね。お腹は気になります。お腹が気になります。そんな石坂さんのお腹を別のカメラで見てみると、そっから撮ってたんですか。いやでもすごいですね、幅が。いやどうかと思いますよ。そんなあなたに大正製薬、お腹の脂肪が気になる方のタブレットはクズの花由来イソフラボン含有。お腹の脂肪を減らすのを助けることに加え、さらに日常生活時のカロリー消費を高めてくれるんです。飲み続けて12週間でご覧の通り大好評。大正製薬のお腹脂肪対策がなんと540円。お申し込みは 0120-55-8428、 540円で始めるお腹チャレンジ、55わしの通販まで。先週に引き続き話題のピン芸人3名が集結したピン芸人特集をお届けします。前回ハイテンションすぎる現役女子高生芸人ハッピちゃんとネタのコラボで盛り上がりましたが、続いて登場するピン芸人は、続いて2人目は芸歴6年、吉本興業所属ソワオミートボールさんです。一度見たら癖になること間違いなし、先輩芸人からも注目されるネタをお楽しみください。それではどうぞ。あれあれ、コント誰のがれ明美が記憶喪失になっちゃった。あれ、ここはどこ。全然似て、私は何逃れ何み。私なりのがれ何み、私なりのがれ何み。えい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 、大外がり逃れ受け身。違うのんじゃなりのがれ何み、私なりのがれ何み。えい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 、肩こり痛み逃れ手もみ。もういい、私知らないから。こんなのが何逃れ何み、私何逃れ何み。ハマグリアサリ逃れしじみ。ねえうっそらう逃れタツミ。ファッションくしゃみ。おどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやどうですか皆さん。いやもう最初から似せる気ゼロの誰逃れ明美さんのモノマネ。しかもお店でしたもんね。モノマネやんか。手拍子とかいただいてフェスみたいな。ありがとうね。面白いね。面白かった。面白かった面白かった。ええやつばっかりやん。グッと飛ばすぞ。ええやつばっかりやから言ってまうぞ。気になるソマミートボールさんについてもじっくり話し合っていきましょう。話し合って話し合って反省会の反省会じゃない。めっちゃあかんかったもん。待ってくれ待ってくれ。改善点を改善点を僕だけダメ出しやんの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。キミエホワイトは日本の多くの方に届けられています。あなたを取り戻すキミエホワイト。太鼓の達人、めっちゃいい勝負。協力しようみんなで。よし。いったんだよ。これはえらいこっちゃ。新作発売。久しぶりだなビビ。懐かしいわ。本当にこれが思い出の中なの？メリーじゃねえか。また会えるなんて思わなかった。思い出をめぐる新しい冒険、ワンピースオデッセイ。苦そうな粉薬どうしよう。お薬舐めたねチョコ風味は苦いお薬のためのゼリー。お薬の苦い味をブロックします。
成物質にはチョコ風味。ピン芸フェス2組目はソマオミートボールさんです。どうですかこの番組出てみて。いやでもさっきちょろっと、はい、ギャグやった時におーってなったんで爆笑取りに行こうかなと。ここで普段からよく見させてもらってます。え、見てくれてる、はい、疲れた時とか、こうパーって携帯で見てクスッとだけ笑わせてもらって、はい、爆笑はいはい爆笑爆笑クスッとじゃない。え、じゃあ爆笑取っていい？やろうか。ぜひぜひやって。腹ちぎれた、ごめんな。ちぎれんの。ねえ、うし、トラ、う、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリのタトゥー。地獄絵図。違う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 、仲良しよ、仲良しよや。こんなんあかんやん。こんなんええわけないやん。まあ、もうリベンジさせて、ちゃんと1軍持っていくわ。ごめんごめん、今3軍ベンチみたいなやつ持ってるから。気ぃ使って話してやん。そうそうそう、頼むよ、ほんま頼むよ、みんな。もう踏んだり蹴ったりやん、もう踏んだり蹴ったりやん、というか踏んだり蹴ったり投げたり飛んだり、とにかく運動マン。ちょっと自分は拍手じゃないねん。見たことある。欲しいのは笑いやねん。欲しいのは。いや、笑うの。笑え、あんま笑えない。この分の拍手。笑ってほしいな。まあ、心の中でね、はい、笑ってもらえるから。すいません、お願いします。お願いします。ということで早速なんですけど、僕質問があるんですけど、はい、そのミートボールさんのミートボールってのは分かるんですけど、ミートボール分かる、分かるやな、分からん。え、ミートボールやと思ってるで、うん、ソマオっていうのはどっから来る？逆逆。ソマオは分かるけど、名前っぽいから分かるけど、ミートボールどういう意味ですかやねん、絶対に。なんでミートボールとして扱ってんねん。ミートボール顔。どういうこと、どういうこと。まあ、ミートボールっぽいから、その、まあ、先輩から芸名をもらってミートボールつけたんだけどさ、はい、まあ、うん、ソマオはその本名がソーマっていう、あ、ちょっとかっこいい名前で、じゃあソマオにしとこうかって文字って、うん、なるほど、うん、なるほど、なるほどか、なるほど、納得できてないけどな、こっちは。こっちがまだ全然納得できてない。なんでミートボールやと思ってたんだ。おかしくない。いいです、もう、あ、ルック君どうぞ。オープニングで見せていただいた、うん、誰逃れ明美さんの、はいはいはい、あれって、え、ご本人に許可はもらってるんですか？ 確かに。あれね、許可もらってます。あー、すいません、ツイッターの方でちょっともう使ってくださいどんどんみたいなやり取りがあったから、公認なのよ。なんか似てないとか言ってたけど、さっき似てんのよ。似てないことになんのよ。全然日本人顔じゃないですか。いや、じゃあ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 、よう言うな、本目停電で出さないか、ここで出さないか、停電、停電、手やかん、はい、ちょっと待って、あかん、やばい、言うこと聞かんか、あ、やばい、拳が速度制限。初めて受けた。オッケー、取り返してきてるよ。こういうの、こういうの増やしていこうな。いいですね。いいよいいよ。どういうきっかけで芸人さんになられたんですか？あ、きっかけ？芸人になるきっかけ？はい、地元の、まあ、京丹後っていう田舎出身のとこで、はいはい、地元のその工業工学科っていう、こう、その高校のその工業系でちょっと、まあ、頭のあんまりよろしくないとこにいて、じゃあなんかおもろいことやりたいなって、でクラスのやつと漫才みたいなの出て、で楽しくて、でそのまま NSC 入ろうってなって、でコンビで4年間ぐらいやって、コンビでやる、コンビでやってたツッコミやってたよ。だからツッコミ上手いっすね。上手いっすね。ツッコミ上手かった。めちゃくちゃ上手かった。こんなん声はって言っていけよ。ボケよりツッコミの方がおもろい。いや、ボケの方がおもろいわ。おいよ、おい、ツッコますね。ツッコますわ。その衣装はなんかこだわりとかあったりする？いや、こだわりもこだわりでしょ、こんなん。一番動きやすい服装。まあ確かに。怪我しない。いいでしょ。林って書いてるの、林っていうのは、これは、これは本名、本名、だから林とかあんま言わんのってくれ、ここ見て、ここいじんねん、みんな。そうそう、じゃあなんか林さんは、林さんって言うの、地元の人や、もう嫌やね。でも今一押しのネタ見てみたいですね。あ、そう、確かに、あ、今一押しの、まあ、ネタというかギャグみたいな、あ、もう、いや、全然見てみたいです、ね、ありがたいです、絶対爆笑するような。おい、ね、なあ、おい、仲良くしようって言ったやん。
ね。よし、いいですか。お願いします。お願いします。お願いします。バーバパパバパパパパありがとうございます。あ、でも笑い声はね、笑い声出ましたよ。ちょっと聞こえたかんのに笑ってもうてるやん。もうしゃあないやっちゃで。嬉しそう。笑って、まあ、もっと笑ってええのに。もっと来い、もっと来い。もう全然ギャグやったら言うたら何個でもあるわけよ。今大体何個かって分かるんですか。何個ぐらいかちょっと数えていい。はいはいはい。1、2、3、4、5、数え。数ええって言ったの誰か。誰かええって言った。めっちゃすげえ。えっていうのなしやね。俺好きやもん。ほんま面白い。ほんま笑いたい。ほんま笑いたいけど。ずっとこらえたい。そう、こらえたい。ごめん、極悪すぎて。ごめん。ほんなほんまに何個ある。あ、3000個ぐらい。3000個ぐらいかな。マジっすか。大体。うちのギャガーなんですよ、スネ君が。ギャガー今何個ぐらいある。漢字の。いや、僕でもまだ50とか60とか70。多いな、多いな、多いな。多い、多い。え、50、60、70は多分メモってないだけです、多分。多分、でも本当にあります。メモってないの。即興でできちゃうんですよ、はい、だからもう天才なんです。すぐ忘れるんで使い捨てタイプなの。天才タイプ。もったいない、もったいないって。絶対メモして残した方がええで。いやいや、もう一回使ったけどいらんの。え、天才タイプ。迷子になった。迷子になった。あるんです。こんな天才がいるんです。やってくれるね。やってくれる天才がいるんです。1日1個ノート4冊分ぐらいメモってんの。すごい。え、見ることいいの。見てもいい。あ、はい、全然大丈夫。申し訳ないな。はい。何するの。どれするやろ。ギャグします。うわー、もう最近いいことないしな。もう何しようかな。うわー、おおおお、やばい、見て見て見て、ヘビとチュウ。最高。これだけ。え、このベルト毎回あんのこれは。いや、いや、今の衣装の今出て、出て、出たんで、出たんで、多分使った。あのね、暇ね、半ズボン履いたよの足が生だよ。あれ、なるほど。いや、あれ、これも今のね、今のね、うん、まあまあありネタやけど。確かに、まあまあありネタやけど。ありネタなんや。ありネタなんやって言うな。ギャグなんて即興ででけへん。あ、これこれでハードルぐんと下がったから。いいね、楽しい。あ、でもでも、そのさん、え、ソマオさんになってますよ。ソマオさんやで。あ、OK。 今どうした。いや、ソマオさんって即興ギャグ返しが得意って聞いたことあるんですけど。まあまあ即興ギャグ返しはできるってことだから、ストックが死ぬほどあるから、そっから引き出しだけでこうやってた。どっちだ、即興ギャグ。即興ギャグだから、これ言ったら引き出しの出る速さと量がいっぱいあるから、返しは一発でできる。3000個だから。3000個だから、はいはい、これ出せばいいんでしょ。こんな感じ。では自信満々のソマオさんに関西ジュニアが出すお題に合ったギャグをすぐに披露してもらいます。動物じゃ見てみたい。あ、動物行く。動物って難しいですからね。動物おもろいね。行きますよ。はい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 、横断歩道や思ってシマウマ乗っちゃった。シマウマ乗っちゃった。面白い。ちょっと待ってくれ。めっちゃ面白い。俺こんなはずじゃない、もっとおもろいね俺。めっちゃ面白い。声出せないんでお客さん。あ、声出せないけど拍手はできたよね。じゃあ最後誰かお題。じゃあ椅子で。椅子。あ、椅子。あ、椅子。椅子。椅子ね。はい。椅子を使って。え、もう全然使ってます。椅子系でもいい。椅子系。椅子関係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 ね。椅子でもいいし、チェア。ちょっともうこの時点で即興じゃないこと分かってる。分かってる。バレてない。じゃあ最後椅子ギャグ。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 ギャグしまーす。そうだろう。うわ、ここに椅子あるわ。スーはロックキース。おならプー。めっちゃおもろい。完璧。めっちゃおもろいね。よっしゃー。いいよ。しゃー。すごい。あ、壊れもう。あかんわ俺。空気椅子おならプー。おもろいって。おならプー、おならギャグやったっけ。いや、違う。椅子です。椅子です。空気椅子からはセーフ。ここから始まるセーフ。まあ、ここからどうも変えてもらえるなら。あ、ここからセーフ。ここから変えてもらえる。うん、だからおならがプー、くしゃみがション、鼻血がブーしてプションブー。いや、待って、これほんまか。これ現実か、これ。ということで終了。なんかなんか違ったのさっきハッピーちゃんと。こんな感じやったか。
っごい面白かったです。すっごい面白かった。面白かった。スキンケアを使う人生が来るとは思ってませんでした。思ってますかね。もっと若い子がやるもんやと思ってました。だいぶやっといてよかったな。最高です。その一言。肌の乾燥、ベタつき、くすみといった問題の多い大人の肌を潤いあふれる健やかな肌へ。サントリーバロンは化粧水成分、美容液成分、クリーム成分すべてが入ったオールインワン処方です。毎朝おーって、いや顔洗ったらバロン探してる自分が出るんですよ。なんかやってるのとか言うから秘密って言ってます。顔の印象が変わる10日間始まる。使用感満足度 91% 以上。ミニボトルが通常価格2200円のところ今特別価格の550円。さあ次はあなたの番です。サントリーバロン。お申し込みは 0120-501-501-501-501 まで。ラストは芸歴22年グレープカンパニー所属、白木さんです。サンドイッチマンさんも一目置くインパクト大の強烈キャラにご注目ください。それではどうぞ。おじさんかな、おばさんかな、どっちかなっていう人いますよね。あれ全部私でございます、この間ね、5歳の男の子からこう言われたんですよ。ねえ、おじさんなの、おばさんなの、どっちなの。どっちなんでしょうね。ちなみにどっちだと思います。おばさん、おばさん、どっちかな。あ、それおったかな、おなかな、あたこかな、あなかな。ちょっと難しかったかもしれませんね。はい、じゃあ正解を教えしましょう。正解はこちら、こちらの QR コード読み込んでください。おしまい。そんなに簡単に落ちませんよ。あ、それおっとこっかな、おっとこっかな、おっとこっかな、おっとこっかな。ちょっとやっぱり気になる、気になりますよね。じゃあのヒントをお教えします。ヒントはですね、こちらの写真を見てください。どうぞ。こちらはですね、あの私のプライベートの写真なんですけれどもね、かわいいですよね。もう正解わかりましたよね。はい、正解はこちら。こちらの男から女からルーレットを回して刺したところが正解になります。ルーレットスタート。しまい。そんなに簡単に足がせんよ。あ、それおっとこっかな、あっなっかな。またお会いしましょう。こちらも季節用でしたけど、どうですか。季節用ね。はい、だって本当にいますもんね、街中で。そうですね、はい、あれは私です。はい、私なんだ。昨日スーパー銭湯で遭遇しました。スーパー銭湯どっちかわからない人を言ったんです。あ、それ私ですね。会いました。会いましたね。会いました。ほんまに QR コード読み込んだら何かに飛べるんですか、それ。実は、はい、どっちかがわかるっていう。マジですか。ただまあ私はあの営業とかでやるじゃないですか、はい、今だったら読み込みますみたいな感じでチャンスでこう読み込ませたんですよ。そしたらもう遠くからわーって言っての読み込みに来た、はい、あの女性の方がいたんですけど、はい、それ読み込んでチクショーって言ってどっか行きました、そういう感じで読み込めます。そういう感じのことを読み込めます。理想と違ったのかな。オンエアでね、映像になったらもう止めて確かに読み込められるかもしれないですけど、チクショーって言うかもしれない、楽しみ。参加型なのもいいですよね。ということでね、白木さんについてもみんなで盛り上がってトークしていきたいと思います。はい、お願いします。ピンゲーフェスラストは白木さんです。お願いします。ありがとうございます。いや結構際どい
際どい？際どいっす。いや全部肌は隠してますよ私。確かに。ね、うん、ちゃんと隠してるんですけどそう見られるみたいなね。そうなんだ。ところはありますやっぱ色気が隠せないんですね。すいません、ね、よく分かってらっしゃる。そうなんですよ。はい。質問ある方どんどん。いいですか？あ、どうぞ。まずあー白木っていう芸名の由来。あーってね。斬新ですよ、ね。これはですね私師匠がおりましてサンドウィッチマンの伊達さんが師匠なんですけれども、の一番弟子なんですけど一番弟子、まあ、私しかいないんですけどで名前をつけてもらったんですけど大体あいうえお順でライブとか出演順とかあいうえお順でバーって表示されるじゃないですか、はいはい、確かにだからあーあーだったら一番最初に来るっていうことでああ白木っていう感じでなるほど、はい、確かに一番目いきますもんね一番目そうそうそうでそれでああ白木の自己紹介のギャグもこれやれっつって毎回これやれっつって伊達さんが、まあ、考えてるまあ自己紹介ギャグって大事ですよね大事ですね本当に毎回毎回滑るんですけどやってます滑るというかまあまあなんか本当になんか最初やるとやっぱびっくりする人が多いですね、はいはい、急にあーってやりだすから発作起こしたのかと思って、びっくりされるんですけど、はい、毎回それを続けて認知してもらうように。最初からあー白木っていう芸名だったんですか？その前はね、シュラキっていうシュラの鬼って書いてシュラキってつけられたの。でもあまりにもちょっと芸風というか、はい、違いすぎるというか芸風はこのまんまのこのまんまじゃないんですけど、はい、普通のなんか事務員みたいな見た目だったんですよ、当時その髪の毛黒髪で長くて、それでシュラキで出てくるからあまりにも違いすぎるということで普通にアーシラキに変わったんですけど、伊達さんからいただいたんですね。そう、伊達さんが何年ぐらい前に出会われたんですか？でも上京したのがしてすぐに出会ったのがサンドウィッチマンさんなんです。最初に出会った先輩がサンドウィッチマンさんなんで、そっからの付き合いなんで本当に22年、になりますね。超長い。はい。すごい。事務所とかで出会われたんですか？事務所というかそのライブをやってて、はい、でそこに行ったのがサンドさんで、はいはい、もうそっからまあサンドさん売れてない時めちゃくちゃいたずらすごいんですよ。今はもうね売れてもうそんな忙しいからあれだけど、もう暇すぎるからめちゃくちゃいたずらされて私例えばどんな知らない間に当時一人暮らししてて合鍵を勝手に知らない間にですよ合鍵作られてて、でそれで私がバイトから帰ってきたらもう 1K の普通のオンボロアパートなんですけど開けたらタバコの匂いがするんですよ、はい、で私タバコも吸わないしあれ彼氏もいないしあれ絶対に誰か入ってきた感じがするって怖いと思って棒は玄関にあるからそれをここやりながらもうドアバッて開けたら誰もいないんですよ。ただ机の上にタバコの吸い殻が置いてあって、ちょっと空き巣のやつ私の家でくつろいでやがると思って怖い。でもなんか盗まれてるかもしれないと思って探したら枕がない。枕が電子レンジの中からチンされて出てきてでもまた他にも隠れてるかもしれないと思ってお風呂場を開けたんですよ。そしたら浴槽に水張ってその中にサンマとイカが泳いでてイケスみたいになってた。なんだろう、いたずらのレベルがすごい。だいたいいたずらってその場にいて私のリアクションを楽しむでしょ。いないのよ。どういうこと。いないのよ。長いね。そう、本当に散々たくさんいたずらはされましたね、本当に。白木さんの衣装に違和感がなくなってきたところで今週はここまで。次回ピン芸人特集もいよいよ完結編。アイドルとピン芸人がまさかのコンビ結成、お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。冬はカサカサ乾燥肌、体はビリビリ神経痛。そこで毎日のお風呂に医薬部外品の入浴剤常備浴。寒くなると体の冷えにより血流が悪化。常備浴は9種類の植物エキスに加え有効成分を2種類濃縮。とろみ生薬湯の効果が全身を包み、温浴効果で血流促進。だから冬の肌トラブルや肩こり腰痛に効く。
さらに常備浴ならではの7つのこだわり。その1、北アルプスの温泉水を使用したとろみ生薬湯。その2、調香師監修のハーブ系の香りがリラックス感を演出。その3、アレルギーテスト済み、ご家族皆さんでご利用いただけます。その4、塩素除去成分配合、ピリピリ感はありません。その5、追い炊き全自動のお風呂でも使えます。浴槽を傷める硫黄は不使用です。その6、成分をギュッと濃縮した液体タイプ。その7、洗濯水としても使えます。累計300万本突破、22秒に1本売れている入浴剤常備浴、通常価格3960円ですが、初めての方に限り半額の1980円、半額です。お申し込みは0120-026-123、0126-123、お風呂123、お風呂123。常備浴は通販限定、お電話1本でお届けします。始まりました、マイドジャーニー、はい、張り切っていきましょう、はい、今回はテーマを発表する前にね、ゲストの方にまず漫才を見せていただきましょう、はい、あ、僕たちはね早速客席に移動しましょう、はい、まずそれでは早速本日のゲストに漫才を見せていただきましょう。お二人さんどうぞ。すごいですね、やっぱりね。本当に普段我々がやらせてもらってる感じと全然違いますね。ありがたいです。本当に嬉しいですね。ダイヤと申します、ね。はい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 。あのまあやってるんですけど、ね、本当にこの間ちょっとね、あの腹立つことありましてね。何ですかそれは。あの自転車乗ってね、はいはい、夜家帰ってたんですよ。ほなあの前から警官が来まして、ね、はいはいはい、初めての職務質問っていうのされましてね。ちょっと腹立つな。これ腹立つんです。腹立つんですけどね、うん、なんかね、実際あれを目の前でやられるとちょっと挙動不審になってしまうとかね。マジで焦ってくるもんなんですよ。俺と絶対文句言うけどな、そんな。いや、めちゃめちゃ焦るよ。マジで。実際やられたらね。あ、そう。ほなゲッペやってみよ。うん。でも職務質問しとこいよ。うん、な、俺自転車で来るから。オッケーオッケー。やってみよな。オッケー。あ、ちょ。はいはい、小学生？言っちゃいます。どこがなんですか。塾の帰り。違います。なんすか。あ、ちょっとあのこれ。え？なんすか。警戒やねんけど。なんで帽子。手帳でしょ。なくしたから。なくした。大丈夫っすか。大丈夫。ほんますか。絶対大丈夫。すごいな、うん、何なんすか。ほんで、いや、ちょっとこんな時間に何してんのかなと思ってね。ちょっとあの DVD 返しに行ったんですよ。ああ、はい、やっと返した。やっとって何。だって期限内で返してますよ。2泊5日で。どんだけ取ったんですか。2泊3日ですよ。純真作で。関係ないでしょ。いやいや、純真作で何でもいいでしょ。いやいやいや、純新作です。名前ね。名前。純新作っていう名前だ。よろしくね。このタイミングそのためすごいややこしい。よろしくよろしく。何なんですか。ほんで最近ね、ちょっとこの辺での痴漢が多発しててね。マスカ、ほんで気ぃつけますか。あ、ちょ、まあ、あの見た目から判断すんだけど、犯人やね。なんでやろ。なんで見た目で判断しとんねん、お前。それが僕のやり方やねん。直すやん。だからね、誤認逮捕がすごいのよ。直すやん。でも直すつもりないねん。この先もこのやり方でやっていこうって、もう心に決めてんねん。純新作です。いや、もうええわ。ありがとうございました。ありがとうございます。本日のゲストは、はい、M1 グランプリザ・漫才のファイナリスト、実力派漫才コンビ、ダイヤのお二人です。みんな早速生でダイアンさんの漫才を見れて、やばかったね。僕もほんま好きなんですよ。ほんまか。めちゃイケのとこ見させていただいて、すごい面白くたんですけど。マジで。あの早速切れてもらってもいいですか。めちゃくちゃ。いや、フリーで切れて。いや、いけると思うよ。いける。フリーで切れてくれて何なの。浮気されてるんですよ。すぐ言う。やってますか。マジで。すぐ言う。かぶってるから。えやれか。えやれか。臭いね。指が臭いから。ジャニーズ指が臭い。指臭いですよ。指が臭い。臭い。バイバイ。
やったやったということで、はいはい、今回のテーマ早速発表しちゃいたいと思います。今回のテーマはこちら、恋語通ですね。恋語通、今さっきも使っていたね、津田さんが昔からやってるギャグでね、はいはいはい、最近結構流行ってきてますね。全然爆発してない。お前が言うな。この前 8.6 秒バズーカさんも来てくれたんですけど、その時のテーマがラッスンゴレライっていう引きのあるテーマだったんですけど、なるほどね、ゴイゴイ数で全国放送ちょっと心配っすね。嫌なことをすぐに。やばい。携帯で見るのと生で見るの全然違う。僕ゴイゴイ数は知ってるんですけど、はいはい、その意味っていうかあれは何なんですか。ゴイゴイ数は ね、すごいものを見た時に出るギャグ、はい、すごいすっごいゴイ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 数。すごいの最上級がゴイゴイ数。すぐ言うとゴイゴイ数は一緒なんですね。すぐ言うは嫌なことを言われた時にすぐ言う、すぐ言う、すぐ言う。ゴイゴイ数はすごいの見た時にゴイゴイ数。やっぱ一緒だ。動きは一緒だ。相方 の、 あの西澤さんはこのゴイゴイ数のことをどう思われてるんですか。あ、そうですね。どう思ってるか。そう。なんか左右飲んだ感じかな。まあでも昔からよう言うてるのは言うてますね、うん、10年ぐらい前から言うてますよ、そうなんですね。でも聞きが来てるし。そうですね、相方としてはまた言うてるってね。今回はね、はいはい、ダイヤさんのゴイゴイ図のところを、ね、ららららいっぱいちょっと紹介したいと思います。あららら、それでは毎度ジャーニースタート。さあ本日のゲストはダイアンのお二人ということで、最近ね津田さんのキレイゲーとゴイゴイ2というギャグがね脚光を浴びてね、そろそろ東京でブレイクするんじゃないかという業界の噂ですが、はい、前谷メンバーはねダイアンさんにどんなイメージ持ってますかね。みんないやーもうね最近も動画で見まくってますからね、200回再生してるもんすごいっすね。もうすごいゴイゴイ2すごいおかしい。いやめっちゃ好きよ。え？もうめっちゃ好きです。もう BKB さんだと肩並べるぐらい好きです。あんま最近見えへんやっぱ。好きです、はい。逆にダイアンさんは僕らジャニーズジュニアのイメージみたいな。どういうすごいなと思って、なんか男前やし。そう。いやめちゃめちゃ可愛い。いやいやいや。でも男前し可愛らしい、可愛らしい、ここからはねちょっと僕たちがねダイアンさんにいろいろ質問させていただきたいなと思います。じゃあ早速質問のある人は、じゃあ大吾、はい、お二人がねあのコンビを組んでそのお笑いをやろうと思ったきっかけは何なんですか。中学の同級生で、でまあ仲良くて高校は別なんですよね。ちょっとあの相方高校落ちてるんで。言わんでいいか、珍しいでしょ。中高校落ちる人いないでしょ周りに。中高生に、うん、高校落ちてて、まあ、高校別々やってでまあちょっとまああんま会えへんようになったんやけど、どこでも言うて、ね、言う必要あったの高校落ちたことで、またあのまた高校卒業で遊ぶようになってでまあどうするみたいな、そのこの先どうしようみたいな話、はいはい、その中学の同級生の時から、うん、そのなんか面白い2人がおるみたいな感じだったんですか。全然すごい暗かったもん。あ、高校時代もほとんど友達いなかったしな。高校には人見知りがすごい激しいから、うん、学園祭でなんか漫才やったとか、はい、そんなんも一回もない、だから一番僕が吉本入ってびっくりしてるのはやっぱ高校の同級生やと思うんですよ。あいつあんなに静かやったのに、確かに、あ、吉本行ってるやんみたいな、高校行ってないから思われないですよね。行ってたんや。落ちたけど平凡ってのありやん。すごい行ってたわ、行ってたんや一応。素直であれよ、なんかその例えば不良で、すごい不良で勉強してなくて高校落ちたとかじゃないよ。じゃないめちゃくちゃ真面目やったけど、ただただアホやった。本物じゃ
ってくださいね、前田。恥ずかしいったらへんの、シンプルにアホやった。シンプルにアホ。やだこと言うな。関西でたくさんテレビ出てるじゃないですか。全然出てないですよ。で今後その東京になんか出てくるみたいなのないんですか。あ、東京進出、はい、あ、そう、進出です。進出ね、うん、進出が出へんだった。進出が出へんだった。彼アホなんで。彼アホなんで。そんなことないわ。でもちゃんと高校は卒業しました。彼高校俺も卒業してんだよ。でもアホやったとしてもめちゃめちゃかっこいいしね。めちゃめちゃ可愛いから全然いいやんか。アホやし、めちゃめちゃブサイク。おい、おい、いやいや、俺がこう、おい、そんな丸腰やん。そんなことないっす。ほんまや。めっちゃ嬉しいね。めっちゃ嬉しいね。僕も質問していいですか。お互いの好きなところと嫌いなところとかあったりするんですか。やっぱっていうかね、その何もしてないんや。いや、してるよ。その言うたら、あのネタとかも一切書かないんですよ。書かへんし、コンビ間のことも何にもせえへんし、で、まあ、結婚してるんですけどね、その養子に入ってるんですよ。嫁のおばあちゃんがすごいお金持ちなの。だそこに養子に入ってるんですよ。だから生活費とかも別にお笑いの仕事で稼がなくても、生活費はそのおばあちゃんが出してくれるから、お金も別にあるんですよ。だからこいつは何もしてないんですよ、自分の力で。唯一自分の力で挑んだ高校は落ちてるし。西澤さん、あの、うん、津田さん の、 あの、うん、ゴイゴイするとかあるじゃないですか、うん、それって西澤さんが考えたんですよね。そうやね。それってどう思うんですか。そうなんですか。そうなんですか。俺や、こういうの考えたけどどうって言って、ねじ曲がってる。これはねじ曲げたらあかん。ポーズこんなんどう。あ、こうやったけどこれにアレンジしたの。俺それいい、ちょっといいって言って、あ、ええよって言って。あ、じゃあ、あげてお前先生よ。それはもう信じるやろ。須田さんってそんな悪い人なんですか。自分で考えてるから、ちゃんとそこら辺のギャグはね。でも津田さんはちなみに西澤さんのことどう思ってるんですか。すごい嫌なやつ。嫌な言葉。もうくすくさいか。だこっち見ろ。今か俺喋ってて今か。筋トレしてる。ほんま嫌なやつやねん。いつか殺したろ。ないよ。捕まったらええやん。やめてください。怖い。捕まったらええと思うね。ほんまにこいつは人をイラつかせる、すごいよ。なんか貧乏ゆすりめちゃめちゃしたりとか。癖やからね、それね。フリスクの食べ方とかもなんか出して、なんかゲストは人気漫才コンビダイアン。ツッコミの津田さんの持ちギャグゴイゴイスーをテーマに、お二人のすごいところを伺う予定が。ここまで津田さんの悪いイメージしかちょっと知られてないんですけど、まあ、津田さんはね、めちゃイケで次世代キレイ芸選手権で優勝したということなんですよね。まあ背は小さいですけど。関係ない。全然違う。何もボソッと嫌なこと言ってる。せやビッグツーが小さいもんね。ビッグツーじゃないよ。今のすぐ言うて欲しかったです。そうでしょう。これね。じゃあ。わあ。危ない。危ない。いや、先輩とかそういうパスくれても全然言えへんかったです。忘れてるから。チャンスを生かせてないんですね、はい、そう。嫌なこと言う。嫌なこと言 う, こと言う。そもそもそのキレゲーっていうのは津田さんのキャラやったんですか。まあ、こういう感じだったよね。なんか確かにその感触持ちというか、ズキーってなる子おったでしょ、小学校の時とか。感情的な。怒ったらなんか泣いて暴れるとか。そういう感じは、なんかいいってなる感じはあった。やっちゃなの、うん、感情をね、ガッって出す。ガッって出すタイプ。あ、感情ちゃんと分かりやすく周りに出すタイプ。そうそう、食べてガッって出すタイプ。怖い。それ何ですか、それ。え、これ食べてガッ。ギャグちゃうから。ギャグちゃうから。ギャグちゃうから。僕らはね、まあ一生やることはないと思うんですけど。いや、ないと思う。せっかくなんで、せっかく来ていただいてるんで、キレゲー教わりますか。いいんですか。あの、
沢さん、キレイ芸のポイントって何なんですか？あ、教えてもらっていいですか？あのコツとか、こういうの張り具合なんだ。なるほど。そうやね、泣きそうな一歩手前まで行く。ああ、ないからダメ。そこに感情を持っていく。泣きそうな感じ。もうなんか、ボーンぐらい。俺の場合は泣きそう、もうちょいで泣くぞこいつみたいな。ああ、なるほど。その一歩手前まで行く。なるほど。じゃあね、今教えてもらったんでね、じゃあせっかくなんで一人ずつ、キレイ芸人みんなでちょっと挑戦していきましょうよ。じゃあ、あの西澤さんにじゃあキレるようなことを言ってもらって、僕らがキレられるようなことを。キレイ芸に挑戦、トップバッターは普段温厚でめったにキレない平野翔くん。翔くん、翔くんだけなんか服装の感じちゃうね。いやねいい、なんか聞いてない。なんか動きが良かった、動きがやんないが瞬発力はすごい早かった、早かったもんね。なんか安心した。キレ芸に挑戦、2番手はダイアンさんをこよなく愛す西畑大吾くん。なんやしょ、そのクジラの変なセーター着て。すぐ言う、すぐ言う、スタイリストさんが用意したやつ、すぐ言う。どうでした？裏を言う、これいい。あ、いい。おお、俺じゃないぞと。95点。なんで急に点数つけた？俺それでわからん。俺何だか、こういうのもね、こういう流れ分かってないとか。キレ芸に挑戦、3番手も普段全く怒らない心優しい大西流星くん。大西くんはでもな、なんかえらい黄色ばっかり着て。何やそれ、変なかけ方して。恐竜おった、恐竜おった。他なんかないですか？もっと欲しい。なんか服装とかも関係ないんで。服装とか関係ない。何でもいい。あの女子アナとか好きなんですか？あ、女子アナ大好き。誰が好きなんですか？女子アナ誰好き？もういいよ。今ですか？言っていいよ。いないですよ。え、いないですよ。お前気持ち悪い。泣きそう、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 泣きそう。あ、泣く手前、泣く手前、泣く手前で抑えて。泣く手前ですよ、もう。キレ芸に挑戦、ラストは津田さんをリスペクトする男、向井康二。いや、浩二くんはちょっとなんか大人すぎるわ、うん、なんかその一人だけすごい成長してなんかペットショップでちょっとだけ大きなった犬みたいな。すげえ言う。でもそれは別にいいかな。キレキレやった人最後まで怒ってんのかな。浩二くんはやっぱり上手ね。そこそこキレさせてもすごい恥ずかしいから俺。すごい恥ずかしい、もうすごい恥ずかしい、もうすごいゴイゴイするよ。こうじゃない、こうや、こう出しや、こうを差し上げます、あげません、やばい、あげへんパターン、どうですか、みんな良かったですよ、これすっごい喉使う、すごい消費量か、いやでもやっぱり皆さん本物のキレ芸みたいみたい、出てきてから俺ずっとキレてるやん、もう声飛びそうやね、え、奥さんは東京ですか？嫁大阪。大阪ですか？大阪でもなんか千葉よく行くんですよね。そうそうそう、千葉。千葉に愛人いるって聞いてるんですよ。千葉のスナックのね。あー、千葉のスナックの愛人。すぐ言うな。時計プレゼントしたい。すぐ言うな。千田さん、毛穴からめっちゃ汗出てます。他どっから出てんじゃん。どっからやお前。毛穴どっから出るんじゃん。おい、津田さんの切れ具合もマックスになったところで今週はここまで。次回は津田さんのキレ芸はもちろん、西澤さんのゴイゴイスーなところもたっぷり紹介しちゃいます。お楽しみに。ハロージャニー、サンキュー、サンキュー。
しいだけではありません。ここで前ジャニメンバーがこれからの小滝のぞむくんに望むことを発表。何？連ドラとか出てほしい。見たよ俺テレビで。スタイルいいもんね。刑事役とか絶対似合う、うん、スーツとか似合うから刑事役。俺がもういつもバラードとかかっこいい曲とか流星君とかと一緒にやってるじゃないですか、はいはいはい、なんか可愛い曲見てみたいですね。チラリズムみたいな。チラリズムみたいな。今後ねじゃあやっていきたいと思います。あ楽しみだそれはな。のんちゃんに髪の毛切ってもらいたいなと思って。ああなんか先生今なんか美容師さんが似合いそうなんですよね僕の中で今ふと思って。のんちゃん美容院カリスマ美容師みたいな、うん、はい。それでいつか髪の毛切ってもらいたいなと思って。あお前この髪の毛を切る俺が髪の毛を切れって言われてるんじゃなくて切ってほしいなと思って。プライベートでしかもそういう役のドラマが見たいじゃなくてただ単にお前が髪切ってほしいだけなの。機会があればぜひよろしくお願いします。デビューする小滝くんに負けてばかりはいられません。マイジャニメンバーを代表してあの人がロケへ。パー出たよパート2。はいやってまいりました。一人ロケ2発目、今僕は静岡に来ています。昨年スタジオに遊びに来てくれた2007年度ミスユニバース世界大会優勝者森理央さん。そんな森さんとお母さんの育子さんがダンスコンサートを静岡で主催。ジャニーズ WEST のデビューに刺激を受けた石畑くん、自分ももっと成長したいと世界一の美女のステージを感激していたんです。公演終了後石畑くんがインタビューを試みます。大ちゃん頑張って。一番前で見ることってあんまりないので、すごく新鮮でした。あ、よかったです。ミスユニバースの世界大会で1位になられて、はい、そのトップになられたお子さんの幼少時代とかはどんな感じですか？いやーもう本当に内気で、あなたどうぞっていう、お先にどうぞっていう、私は後ろでいいですっていう、まさか世界一とかっていうタイトルをいただくような子になるとは思ってなかったんですけど、僕もやっぱりトップに、やっぱジャニーズとしてのトップにもなりたいなっていきたいなと思うんですけど、どうやったらなれますかね、トップに。トップを目指すことが1位じゃなくて、毎日人よりも倍3倍の努力をして積み重ねていったところに僕トップになっちゃったっていう結果が多分待ってると思います。ジャニーズというその世界の中でどれだけジャニーズを愛しているかっていうね、ファンの方々がもう何万ってこの日本中世界中にいるわけですよね。そういう方々が新しいものを待ってるんです。新しいもの新しいもの、それを生み出そうっていう、もう新しいものを生んでいくんだっていう、そしてより多くのファンの方々を喜ばせるんで、その方々の人生にこう輝きを投入するんだぐらいの勢いと、やっぱりこうひたむきな姿勢を貫き通していけば、必ずデビューはもちろんのこと、そのチームがですね、メンバーが本当にトップに向かって突き進んでいけると思いますので、やっぱり第一にやっぱりファンの方々に感謝の気持ちを忘れないっていうことじゃないですかね。はい、はい、ファンの方々に僕は気持ちは忘れませんよ。なんかあこういう視点もあるんだなっていうのを見させていただいたので、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジャニーズ WEST が関西ジャニーズ Jr. をね卒業するのはちょっと寂しいんですけども、はい、まあ、僕らもね負けてられませんから。はいはい、ジャニーズ WEST の皆さんが抜けた後の舞台ね、僕たち松竹座でやってたんですけど、はい、無事終えることができました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。のんちゃん来てくれたよな。もちろん見に行かせていただきました。いやなんかすごい新鮮やったね。やっぱ自分がいない関西ジャニーズ Jr. 公演っていうのを、まあ初めて、うん、もちろん初めて見たから、うん、なんかすごい感慨深いものがあったし、